前回の超わかる高校数学は、大小物がすべて異なるとき、円順列はマイナス1の階乗、数図の順列は円順列を2で割ろう。次の問いに答えてください。3秒後に解説を始めます。では一緒に確認しよう。一番の問題のポイントは、円順列はマイナス1の階乗、男子が隣り合わない並べ方は、女子の隙間に男子を配置しよう。一番は男子3人女子4人が円形に並ぶとき、男子が隣り合わない並べ方。これはまず女子を円形に並べる 4-1 の階乗。次に女子の隙間に男子を配置しよう。まず男子の席決めは、4つの席から3人分の席を選ぶ 4C3。 次に男子を席に配置する。ここですでに女子がいる関係上、男子を回転させると別の配列になる。だからここはたとえ配置する場所が円形であっても普通の順列になるから3の階乗。ということで 4-1 の階乗 ×4C3×3 の階乗で144通りが答え。2番の問題のポイントは、立方体を塗る問題は、底面を塗ってから側面を塗る。回転させても裏返しても同じものができる。2番は立方体の各面を異なる5色で塗る問題。面は6つあるから2回使う色が1つある。ということで5色から2回使う色を1色選ぶ 5C1。 例えば赤を2回使うとしよう。ここで隣り合う面は異なる色で塗らなきゃいけないから、赤は向かい合う面に塗らなければいけない。さらに回転させて一致する塗り方は同じとみなすから、上下の面を針で固定しよう。次に残りの色で側面を塗る。ここで側面は横方向に回転するから円順列の考え方を適用する。つまり 4-1 の階乗。さらに上下を裏返したものは同じものができるから、数図の順列の考え方と同様に2で割る。ということで15通りが答え。円順列はマイナス1の階乗、男子が隣り合わない並べ方は、女子の隙間に男子を配置しよう。立方体を塗る問題は、底面を塗ってから側面を塗る。回転させても裏返しても同じものができる。この2点を意識しよう。ありがとうございました。今日の作品はどうでしたか？気に入ってくれたらぜひチャンネル登録をお願いします。 Twitter は公式ホームページから、次の作品はこちらからお願いします。いつも素敵なコメントありがとうございます。